疲労です。朝の時点から疲れてる。ついてないもん。いやー、騙されたね。朝6時ぐらいにはバンコク着くかと思ってたけど、これさ、ボーダーなんですよ、こっちが、うん、はい、これあるでしょ、これ、うん、これポイペトって町なんだけど、この向こうに駅が今できてて、あー、もう中国は作ってんだね。そういうことか。でこのポイペトはもう非常に、うん、シアヌクビルと近いチャイナっぽい町で、うん、やばいよ、ガチガチャ。タイからこう行けるんだと思う。あー、そういうね。でこのカードでバンコクまで行くバスミニバンがあるんだけど、その国境を渡って向こう側でこれを見せると乗っけてくれるよみたいな話で、マジでシアヌークビルから海岸沿いを行く道で行ったらこんなにさないのに、もうめっちゃ遠回りしてるから、プノンペン行って、シェムリアップ行って、何今ここ国境だからさ、まさかこの国境にまた来ると思ってなかったから、シェムリアップで乗り換えて、またここまで来て、何時ですか、今もう11時ぐらい。今10時半過ぎ。いや、とんでもない、今からね、国境渡って。そこから4時間かかるから3時間半ぐらいかかる。これ乗らないで捨ててその街で滞在した方がなんか体的には楽かもしれないぐらいの、とんでもねえマジで。今までで一番移動長いかもな。ああ、なんかカンボジア最後に、うん、なかなかしんどいことしてしまったな。そうだね。ただバス代は異様に安かったっていう、うん、疲労。疲れた。お腹空いたね。お腹空いた。そうよ、ご飯もないし、水もあるとか言ってないし、Wi-Fi もないし、トイレもあるとか言ってトイレ水流れないし。やばい。だから安かった。知らない。わからん。この洗濯物の量を。やばいね。洗濯物ってどうしてんのって思う人いるかもしれないけど、僕は結構手洗いするんだけど、うん、窓とかさ、うん、ベランダがないようなところだとね、乾かさいから、うん、臭っ。あ、なんか出てきたよ。臭っ、やだ。なんか酸っぱい。そう言ってたのよ。もう多分10日ぐらい洗ってない。やばいやばい。ランドリーがあるって言ってきたけど、40バーツ入れて、まあ多分洗剤とかもだからわかんないけどそうやないんで、ちょっとここは無理だな。うん、無理だわ。めちゃくちゃ裏路地でさ、そうだよ、洗ったところで干せないよね、うん、猫がめちゃくちゃいるしかわすか。どうしよう、ちょっとランドリーを。コインランドリー、あっちにあったけど、こっちになんかあるね、いろいろ。ちょっと遠いけど行ってみるか。こっちがさ、そのバンコクのカオサンロード、前行ったんだけど、カオサンロードがこっちだから、うん、こっち行けば確かに何かしらあるでしょ。あるか。行く道中にね、見つかればまあそれでもいいんだけど。山道すぎるよ、人の。南豆腐美味しそう。早速これ乗っけるべきでも、よく考えたら乗っけたら、まあ一応乗っける体で。ダビンクリニック Your beauty is our priority。 ほうれい線が気になるんで、ドリフトっていうのでこう上げてもらう、うん、っていう手術プチ整形だよね、うん、安いんで2時に予約したんで有駅っていうところまで来て、うん、今あともうでも10分だ、あと10分ですよ。別に緊張してないんだけど、言うてだって前なんか脂肪吸引もしたことあるし抵抗はないからね、うん、いいんだけど、うんどうなるのかちょっと全くお金もいくらかかるかわかんないから、うん、うわー大丈夫、もう下駄が終わったマジでやばいやばいよ、ちょっと行ってみましょう。Okay, it's okay for plate leaf. Okay, so yes. Oh, want to translate, right? Translate. Ah, translate. Okay. You can sit down here. Oh, come. And you, if you want. Oh, ちょっと調べてみよう。And then can filler for this one. Sorry, what is this? Filler. Oh, filler.One or two cc. One, two, you mean? Yeah, one, yeah. Two cc. How much? One. For another is brand. It's yes, different. What do you recommend? And for filler is the better. One, two, three. Maybe three and then one. Three and total six. Six and then two nasal labia four.This one and this one is better. ここの3本やってほうれい線のここにヒアルロン酸注射をやった方がいいんじゃないか。And then two filler, right? This one filler. Yes. Yeah. Actually, it's a total six thread, right? And then これをやったらだからそんなに高くはないと思うんだけど、ここにでもやった方がいいかどうか全然わかんないね。そうだよね。でもここ上げるだけじゃなんかどうなんや分からん判断はつかない。やっぱりですね。あお注射だけやと微妙なんかな。Only what do you think if I get only filler? Only filler? Then get you only filler for one cc and one cc and plus two only now.麻酔なんかすごい気持ち悪い感じ。これ噂によるとめっちゃ痛いらしいんだけど。麻酔が？いや。あ、イットリフトが。これさでも局部麻酔でもなんでもない塗るやつじゃん。平気かな？確かに注射じゃないから。めちゃくそ痛いってなんか痛すぎてギブアップぐらいのやつ見た。耐えれる？なんかその先生曰く、糸を6本こうやってその上で 1cc ほうれい線になんか入れたらどうか、ほうれい線注射って普通いくらする？1個4000結構高かった気がする。1本4500って言われたから1万6000円。でもそのぐらいはするかな。そのぐらいはするんだって日本で多分もうちょっと高かった1cc そんなする？先生に何か何がおすすめかって聞いたらそれってやるからもっと安いのがあるのかもしれない。安いの？いやそれが最安とかは聞いてない。その結局今入れないってことですか？また考えます。For design, okay. Can you see this one? It's not so level force, and for this one is soft and this deep, right? And then it's better. And then it's for look like in the V shape and lift up more than, right? Right? Okay, you pair? Yes. Okay. Okay.でもなんか晴れとんかな今はもう。うん、痛い。晴れてそう。変わった？ちょっと今晴れとる気がする。なんかでも。綺麗したような気がする。ドリフトやってきて。なんかすっきりしてます。したね。ここちょっとボコッとしてるけど。そこボコッとしてる。2週間後に治るって言われて。ほうれい線がここはちょっとなくなった気がするね。ない。こっち側。こっち側もなんかないよ。少なくなった。この鼻のここがさ、ほうれい線っていうか陥没してるところはやっぱヒアルロン酸をやんなきゃいけないんだって。でも先生曰く明日来たら別にエニータイムみたいな、いつでもいいよみたいな。感想としてはなんか麻酔がちょっと痛かったけど、そんなに麻酔が痛かったよ。麻酔は痛かったで、なんかこうブスッと刺して、引っ張ってるなって感じがすごいして、こうすごいなんか引っ張ってて、僕見てないからわかんないけど、その時の動画もなんか何も言ってないのにさ、撮るよとか言って撮ってくれて、で痛み止めを飲みましたけど、なんかちょっと痛いね。違和感はある。引っ張られてる感じが。引っ張られてる感じもあるし、なんかやっぱちょっと痛いね今。そうだよね。痛そう。どう思います？いや結構26違うわ。すっきりめな感じがします。なんかここがちゃんと出たっていうか。昨日飲んでないからむくんでないってのもあると思うけど、ちょっとね酒飲むとすぐ本当2倍ぐらいになるけど、飲まないとね。でもこのたるみが気になってたけど上がったね。これでもまああんまり痛くなかったからまたやってもいいかなって気はするけど、1年に1回ぐらいやるといいらしいけど、維持するね。ヒアルロン酸もね1年に1回、でも年間6万7万って安いけどね。どうせタイに遊びに来るだろうし、そう思うとなんかやっといてもいいような気もしなくもないけど、どうなんでしょう。でも結構前から見るとないよ、葉っぱ自体がない。凝視しないとあったことが分かんない。あ、シューズいっぱいあるけど45バーツチキンです。口が口開けづらい。口開けづらい。ゆっくり食べて。逆にあれ、美味しいけど食べづらい。ゆっくり食べれるけ逆にいいんやない。あ、痛い痛い。え？やっぱアイスのはいい。アイスも食べたいけどな。フィッシュトムヤムクン、魚卵のトムヤムクン。うん、美味しいですね。トムヤムスープは近年好きになってきたけどね。あ、そうなんや。これなんかおかゆとトムヤムのお店らしい。エビが食べたかったんだけど。エビのトムヤムクンを頼まんといけない。エビくれって言ったらくんないかな。おっ、くんが来ました。くんがやっぱエビが入ると豪華な感じがします。まあ、実質タイっていうか東南アジアラストナイトだからなんか明日は飲まなきゃいけない気がするけど、ネパール行ってね、インド行ったらもうあんまり飲めないですからね。